ありがとうございます。ございます。なんか面白いことないかな。なんかないんですか、美和さん。美和さんか。美和さん毎日面白いことばっかりでしょ。まあ美和ちゃんなんかでも結構出ていってると思うけど、はい、このコロナのおかげで、はい、あんまり外に出ていく機会がなくなったやんか。はい、あまあそうですね。なんかなんかあんまりやっぱりこうどうだいのそのなんか。はいハプニングとかそういうのにもあんまり会えへんし、はいはいはい、ネタ自体があんまりないねんよな。外出て行ってもなんか一応なんかほらいろんな出て行ったりしたらちょっとしたことでもなんか会ったりするやんか、ね、変なおっさん見つけたとかな。そんなの外出てけんかったら全然当たれへんわけやから。あそんなもちょっとネタ探すのもおもろないなと思って、ね、その割になんか見とったら有名人ばっかり亡くなったりしていくやんか。あれも難儀やな。こんな時期になってからに亡くなる人も結構多い方だったから俺でも一番ショックやったんが、まあ先々週ぐらいになるけどあの横山ホットブラザーズの誠師匠が亡くなりやったんや、はい、あ面白かったんかい。知らなかったです。アコーディオンの師匠、はいはいはい、アコーディオンの師匠が亡くなって、もう横山ホットブラザーズトップもう2人がおれへんようになった。三男の瀬戸師匠がおれへんようになった、はいはいはい、できへんやん横山ホットブラザーズ。ああまあそうですね。まだ2人やったら、はい、そのネタ誰かもしあのモノマネする人だったらその人入れてやったりできるけど、1人やったらもうちょっと無理やな。3人のうち1人っすもんね。天才のアコーディオンの誠師匠やったりする、ね、ああいうマネは絶対できへん。すごい師匠やったからもう絶対音感持ってる師匠やから、あの何でもいかるんで、ね、何でもいかんねん、言うたらこの人あの歌を歌ってこの歌を弾いてくださいと、もうそれで音取れんねん。ちょっと音出ると思う。あ、分かったわ。いやね、すげえな、この人。だからそういう方ってほんまに絶対音感だから、例えば歌を歌っててちょっと実は音を外してても、うん、合わせてくれはるから、実際にその歌がその音程で合ってるのかどうかが分からなくなるんです。で、すぐ言い張るよ、お前音外れとんねん。すぐって言い張るからな。わかるらしいです。すごい優しい人合わせてくれる。ああそれもすごいね。生演奏で絶対音感読むのすごい。もったいないですよね。ノコギリの芸とかって誰か俺ねえ、あれいいですよね。あのまあ普通な、はい、大体あのノコギリの演奏するのは、はい、あのバイオリンにあるこの弓みたいなね、はい、あれでこうこすりながら弾く人はいたんで、なんぼでも、叩くのはアキラ師匠だけやね、うん。だってあれでこう曲げたりあれでほらほら出すやんか、はい、あれを普通はこう擦りながらやんねん、はいはい、バイオリンと一緒にほん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 叩いて音出すのはアキラ師匠だけやったから、他にそれをやる人いてない。たまにそのノコギリばっかり演奏する人のアーティストとコラボしていろんなイベントとかやってはってんけど、はい、叩くのはアキラ師匠だけやったやんや。その方もノコギリだけどちょっと叩くんじゃなくて、弓でこういう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 弓で叩く人はアキラ師匠だけ。叩くのってあれ難しい、ね、難しい。だってこうあのこうなったやつを曲げて音音階を出さなあかんねんから、こう曲げたらこの音、こう曲げたらこの音、そのあのしなり方によって音が違うから。はあ、でもそれ、はいはいはい、あれもそれから言うとアメリカ式のあの大きいのしかできへんからな。あの日本式のやつだと絵の長いやつだったらできへんやんか、はい、こんだけしか歯がないねんから、はい、で歯の向きも逆がなんかやから、あのアメリカ式のあれでないとできへん。すごい技術的に。じゃあ継ぐのが難しい。だからこう当てながらこうここのここのこの手のこの揺らしながらでボーンとかやるやんか。絶対使ってやったらやりますもんね。そうそうそう、あれでも言うたらもう他にある人、まあ練習したらできるのかもしれないけど、あんな50年以上やってある師匠やから、それこそそれこそあれでもどこ5分に負けたらこんな音が出るっていうのは分かってあるから、ふにゃふにゃふにゃできるわけで、あの横で天才のアコーディオンの人もその音に合わせてこう弾くことできるし、面白いですね。 それがウケるってことですもんね。そのちゃんと音色が。もう後半なんかやったらお客様からあのどんな曲弾きましょう、まあ言うたら余興で言ってな、リクエストをいただいてそれ弾きます、それになっとって弾いて叩きます。はい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 、で俺一番思うのはちょっと俺なんか前から「サザエさん」って言ってほんなら「あサザエさんサザエさん」なんて誠師匠が言うと、あ一応舞台のおっしゃるね、あれあれあれ、あのお魚くわえたサザエさんって、サザエさんくわえてないよって下から子供に突っ込まれとった。ドラ猫やったわ。サザエさんくわえてどれすんの。そんなんやってやった、まあ、あの師匠らがなくなったからこっちショックやわね。なあまあ言うたらその
芸を作るでしみたいなのがいてあるから、その音楽のやつもね、そういうことなんですよね。次にもし弟子で、そうそう、あの音楽賞ではなかったから、弟子はセンターおばさんいてはんねんけど普通の漫才、ね、あそうか漫才、あそういう弟子ではないんですね。そうそうそう、楽器の弟子ではない。一応吉本 の, あの女の子でアコーディオンの弟子ではないねんけど、もともとアコーディオンやってた子がちょっと師匠に教えてもらって、師匠も教えて弟子的な感じになった子もおんねんけれども、本格的な本間の弟子ではなかったから、ただ師匠が気に入ってたから亡くなる前に自分が仕事取った、もう師匠も年取ったら、あこれでも重たいやんか、すごい10キロ以上あるもんやから、はいはいはい、ね、もともとそこで重たいのを多分その子にあげはったらしいけどな、フィギュア校にやっぱりあげてもらう、すごいのが現場ってこっちのほら点々がいっぱいあるやんか、あれよ、お声聞いたからあれもね、これもまあこうせなあかんしな、こう、はいはいはい、蛇腹になってるとこ空気入れたら、ね、こっちもこうなんか、これが分かれてな、こっちの、あと伸びたりなんかするのかな、鍵盤の、これがすごい。へぇー、器用ですよね。ノコギリは今どこにあるんですか、なんとかノコギリ、あれ無理っすか記念館、記念館。あー、もう記念館か。そらそう。もうこういう師匠がいてありましたけどね、その、秋田師匠もなくなってもう2年ぐらいなのかな、はいはいはい、その前にずっとあの家用の練習用のあのノコギリもあんねん、本ちゃん用じゃないしな、はいはい、初めはそれを飾ってあってんけど、亡くなってからほんま音楽だったみたいだけど、あーそうだ、ね、だから家には多分練習用のを置いてあると思う、あーなるほど、練習用のやつもあんねん、あのノコギリもあんねん、交渉次第で手に入るかもわからない。昔なんかいっぺんなんか鑑定する番組みたいなのがあって、はいはい、秋田翔がまだ生きてやるときに、はい、このノコギリやったら、はい、どれぐらいの人数出ますかみたいな鑑定団、はい、鑑定団ではなかったかもしれないけど、はい、なんかそういう鑑定する番組があって、はい、調べてもらったら50万やって、おおまあまあするんですね、なくなったらもっと上がるかもしれないけど、その時自分でも叩いてあったのはあの時50万やった、あの時が50万、そうそうそう、今の子でしょうね、